やっちまった。おいしょ、バカじゃねえの。やっちゃったよ。これはまずい。溶けるっていうかもう終わった。はい、こんな感じでね、やっちゃいました。まあ行く先々でこのラバーペイントの話はするんですけど、やっぱりね、皆さんここまでガソリンに弱いっていうことは知らないんですよ。なのでもしね、今後ラバーペイントをしようって思ってる方いらっしゃいましたら、給油の際は本当にね、慎重になってください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。